まず最初に全体を通しての僕の評価10段階中で表すなら、 Hi everyone, it's Taika. Welcome to Tokuto Hisa Kotetsu Japan Secret Base。 仮面ライダーセイバー1年間お疲れ様でした。本日ね、仮面ライダーセイバーの最終回47話が放送されました。一応来週ももう1話あるみたいなんですけど、特別編でリバイスとのクロスオーバーみたいなので、本編時代は今週のでほぼ終わりかなと思います。リンタロウとメイちゃんの告白だと僕は思ってるシーンとか来週やるっぽいですけど、毎年恒例の全話を通しての僕の仮面ライダーセイバーに対しての感想をやっていこうかなと思います。 So today's video topic isHow Japanese Tokfan react to whole episode of Kamen Rider Saber? I'll talk about this topic today. まず最初に全体を通しての僕の評価10段階中で表すなら、難しいなぁ。7!10 段階中 7! これは僕のトータルでの評価かなと思っております。結構ね、評価がちょっと難しいなと思いましたね、セイバーに関しては。僕は結構最初から面白いなと思って見てはいましたけど、やっぱりちょっとね、ハマりにくさはあったなと思います。最初はキャラへの感情移入もしづらいし、なんかこうよくわかんない世界観をずっと見せられてる感がすごく強かったので、そうだね、ワンクール目ぐらいは正直ちょっとハマりにくいなっていう印象はありました。でもドラゴニックナイトが登場して、最高のユーリさんが登場した後以降は割とすごい面白くなったなと僕としては思ってて、もうだからケントが帰ってきたりとか、まあマスターロゴスが本格的に活動し始めたあたりの頃からはめっちゃ面白いなと思ってますね。じゃあまずね、何個か僕がいいなと思う点と悪いなと思う点合わせながら語っていこうかなと思います。まず最初に悪いなと思った点から、まあさっき言った通り、やっぱり前半部分は話が入り込みにくさがすごくあったと思う。多分だけど前半で結構セイバー脱落した人多いんじゃないかなと思います。正直これはね、海外だけじゃなく日本でも結構やっぱり最初の方以降をもう見なくなっちゃったっていう人が多かったので、これは多分世界共通じゃないかなと思ってますね。で、僕としては最初から割と僕は楽しめてました。でも正直ね、正直面白くないっていう人たちの意見もわからんでもなかったです。単純に言ってしまうと説明が足りない部分が多い。結構ね、公式ホームページとかスピンオフとかそこら辺でキャラの関係性とか設定とかが書かれてたりすることが多かったんですね。正直これだとね、わかりにくいなと思います。本編だけ見せてもわかりにくさがとても強かったなと僕は思うので、こう公式ホームページに書くんだったらちゃんとそこをちゃんとね、本編でも描写すべきだなと僕は思いますね。あと最近の手法でやっぱ多いスピンオフにメインのストーリーに関係する話を持ってくるのはやめてほしいですね。あと剣士ガイデン、あとはブルーレイの特典映像、ここら辺を見た後だと正直評価がやっぱりちょっと変わるんですよ。これが本編でやられてたら、セイバーもうちょっとね、評価変わったんじゃないかなと僕は思うんですよ。評価が下がった理由ってそこら辺がちょっと影響はしてます。やっぱり3つ目、これはね、好きな人いたら申し訳ないんですけど、正直ね、敵に魅力が薄かったと思う。やっぱりいい物語って敵にもこう魅力があるっていうのが必要不可欠だと思ってて、あ、これは個人の感じ方だとは思うんですけど、メギドはあんまり俺魅力感じなかったね。幹部3人、一応設定はいろいろあってだけど、まあズオスはほらリンタロのライバルポジションとか、あとストリウスももともとは詩人で物語を書く側の人間だったとか、そういう設定とかを作るのはいいんだけど、もうちょっとそこに深みを欲しかったなとは正直思いますね。味方側もね、正直設定生かしきれてないなっていう部分は何個かはありましたけど、まあ一番ダメだなと思ったのはトーマの小説家としての設定がそこまで生かされてない。突然こう思い出したかのように使ったりするけど、いやそこをもうちょっと本編に盛り込もうっていうところが多かったですね。で、最終回見るとやっぱりもっと小説家としてのトーマを掘り下げるべきだったなと僕は思いますね。僕的にセイバーでいいなと思ったポイント、まず1つ目、さっきねトーマの小説家としての設定をもっと掘り下げろって言ったけど、僕トーマはすごくいいキャラしてたと思う。トーマに関しては最初から最後まで自分の意思を割と貫いた
タイプのキャラだなと思うんですよ。長い物語ってどうしてもキャラがブレることってよくあるじゃないですか。でもトーマに関しては割と一貫してキャラは最後まで維持し続けたなと思ってて、割とトーマに関しては僕結構好きなんですよ、主人公キャラとしては。だからトーマもキャラクターは良かったなと思いますね。で他のキャラも割と結構ね、ソードブロゴスのメンバーはなんだかんだ言って最終的にはすごい僕みんな好きになりましたね。まあレインに関しては正直扱いに困ってた感はすごいあったなとは思いますけど、でも最終的に最終話を見た後だとまとめて結構好きになりましたね。だからそこは良かった点だとすごく思いますね。キャラ魅力はすごい強かったと思う。なんかよくわかんないキャラだったレイカがサーベラに変身して、最終的にはすごくね、神代兄弟とかはすごいいいキャラクターになったなと僕は思ってますし、で2個目述べるならですけど、最初から最後まで剣を使ったアクションシーン、これに関しては本当に面白かったというかすごかったと思う。これはずっと一貫して剣を使って戦うっていうスタイルを貫いたじゃないですか、最後まで。ここに関してもすごく良かった。剣撃アクションに関しては多分仮面ライダーシリーズの中でも随一じゃない。ここのそれぞれの戦い方があってのこの剣撃アクション、それがあったおかげで、まあ例えばレンとデザストの最後の戦いだとか、まあやっぱりストリウスとセイバーブレイズエスパーダの最終決戦とか、やっぱりその剣撃アクション、ここが物語を面白くしたポイントだと僕は思ってますね。で物語ストーリーに関して、まあさっき言った通り正直ね、最初の方はまあやっぱり微妙かなって思う点も目立つけど、それ以降はわりかしね良かったと思うよ僕は。キャラごとにちゃんと物語に一応ちゃんと関わるようになってったので、まあここは賛否両論だなと思うけど、まあ剣士たちの中でこう内輪もめみたいになってたところあるじゃないですか。あそこら辺も各々の立場と考え方とかで考えると、別に僕はそんなに違和感がある行動じゃないなと思ってて、まあ唯一やっぱりちょっと微妙だなと思ったのは、凛太郎のそうソードブロゴスへの忠誠心っていうのかなが強い部分に関しては、となんかそこは描写不足かなとは思いますけど、まあでも理解できなくはないなと思ってて、でマスターロゴスとの戦いとかストリウスの戦いもそんなにこうとっちらかることなく最後までいけたなと僕は思ってるので、なんだろうね、批判されるほど悪いストーリーでは僕はないと思ってるんですよ、セイバーって。まあ僕としてはいい点悪い点挙げるとしたらこんな感じかなと思います。まあ前にもねツイッターでちょっと書いたことはあるんですけど、今から仮面ライダーを見ます、どれ見たらいいですかっていう人におすすめしやすいかどうかで言ったら、正直セイバーおすすめしにくいかなとは思いますね。ゼロワンもそうですけど、割とセイバーも一気に全部通してみると多分いいタイプの物語だと思うので、多分ね僕の予想だけど後々結構評価が変わってくるタイプのシリーズだと思います。キバとかもそうでしたけど、何年後かするとだんだん評価って結構変わってくるんですね。でキバも当時って結構評価低かったんですけど、現状でめちゃめちゃ評価高いじゃないですか。最初の方で見るのを諦めてしまった人にこそ、まあ機会があったら見てほしいなと思うシリーズではあります。これ毎年言ってるんですけど、やっぱ一つのシリーズが終わるときって寂しいですね。セイバー面白かったな、うん、僕は面白かったです。セイバー1年を通して楽しませていただきました。皆さんは仮面ライダーセイバー全話を通してどういう感想を持ちましたか？ぜひコメントの方で聞かせていただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。